はい、いい天気ですね。干し柿が窓からちょっと見えます。もう完全に干された感じですよね。舞ちゃんが、はい、外行こうとしております。じゃあ行ってこい。じゃあそろそろと始めますか。今日は土曜日なんで、ほらこんなの買ってきちゃった。ほっ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 ほ、唐揚げの日なんでね。唐揚げっていうか揚げ物の日なんだよね。土曜火曜が揚げ物の日なんかあれやね、これも今日は買ってきました。ちょっと安かった、安かったんでね、ワンワン泣いております。これほら、これも安かったんですよ。これあの、なんていうんだっけ、カニの、カニ玉を作るのにね。何泣いてんだお前、来たかな。猫が来るんだよね。それで自分のテリトリーを侵されてると怒っちゃうんですよね、舞ちゃんね。これは、あれでしょ、漬物でしょ、これ揚げるでしょ、これも揚げるでしょ。で、これね、コーンと合わせてあります。うるさいね。まあ、いいろ。はい。それで、これは安売りしてたんで、これね、安売りしてたから、こう、シュッて半分切って、だこれで50円だよ、50円。200円のものが50円になってんだから、もう悪くなる寸前だよね。へへへ。ほや、で、ワンタンの皮があるから、餃子と一緒に、絡めてあげましょう。そうすると、こう、揚げシューマイ風に作れるからね。あと何作ろうかね。この、なんかこう、考えてる時が楽しいよね。何、俺は生きてるって感じがするっていうかさ、死ねえよ。死ねえよ。レンコンもあげちゃおうかね。あ、ナスもあるじゃない。ナスとレンコンあげると、後でそば食った時うめえよね。うるさい前じゃんかね。まあ言う。吠え方がすごいよね。あ、なんかお客さん来た。よし。はい、続きですね。じゃあ、やっつけちゃいますか。あ、そうだ、それとね、これもあるんです、これも。ひき肉でしょ？それで手羽先も、今日もバラしちゃわないとまずいんで、バラして。今、冷凍から溶いてますね。ちょっと凍ってたんでね。あ、そうだ、これもあるんだよ、これも。なんか、いろいろあんな。道理で今日は早くから始めるわけだ。水がね、出てるでしょ、これね。豆腐。豆腐の水出してます。木綿豆腐をね、ひじきと一緒に握って、あれにします。あれなんだっけ、あれあれあれね。なんかだんだん時間足りなそうな気がしてきたな。まあ大丈夫だろう、頑張ろうぜ。おう、あ、そうだ、アスパラはね、コーンと一緒にね、コーンアスパラのかき揚げね。これはこのまま置いといて、明日またなんか食うでしょ。ああ。なんかあれだよね。料理屋さんみたいだよね。一気に仕込み始めるっていうかさ。まず手羽先からバラそう。これ一番最初にバラしちゃった方がいいんでね。多分今日は使わなくていいね。鶏の唐揚げを取り買ってきたからね。本当は手羽先今日やっつけようかと思ったんだけどね。これ結構。いろいろあるんでね、醤油とぬかで漬けてみようかなとか、醤油と麹でやろうかなとかね。最近発酵に凝ってますよね。発酵大田さん、バカか俺。で、この手羽のここの部分ね、こっちの手羽の先っちょの部分は、まえちゃんに食べてもらってご飯になりますんでね。さ、まえちゃんのご飯、おこっち来ましたね。来てもやんないよ。ちょっと凍ってるんですよ。だから今すぐはちょっと食べたくないね。でもまず一番はこれをやっつけちゃいましょう。あ、違う。一番これじゃね。一番はね、このさつまいもですね。さつまいも。まんとは2丁使いますね。肉と野菜とね。今日みたいな日はね、そういうルールになります。さつまいもねえよな。買ってあるとさ、ちょっと嫌な気持ちになるよね。
失敗っていうのか、こっちの芋にしようか、こっちを食べちゃいましょう。これだと丸でいけるね。これは甘えちゃんあげよう、後でね。後でな。これを、ボウルで水に浸しておきましょう。芋系はね、戻さないといけないからね。芋系は戻す。レンコンも同じだね。レンコンも戻しとかんと。レンコンはね、天ぷらするときはね、一回、素揚げ、湯がいた方がいいですね。湯がいた方がいいですよね、だと。お前分かってるんか、その言葉の意味が。何それ。レンコンも皮つけてやってもいいのかな。いつも悩みますよね。いや、悩まなくていいわ。俺は悩むんだよ。こうやってレンコンをね、やっておくと、天ぷらにしたときにね、美味しいです。やっぱり、野菜天もやっぱりちゃんと食べないとね、鶏も唐揚げだけじゃなくてね、この辺が一番大事ですね。こうやってね、パヤッパー。できるだけいろんな種類のものがあって美味しいね。肉詰めてもいいんだけど、今日はひき肉は別に使いたいから、これで茹でるだけしましょう。はい、じゃあこれは下茹で、あと下茹での入れ物があるかな。ないね。よし、 OK。 結構ほら、一人料亭一人料亭主義。それがそれが、これはね、コーンでかき揚げですね。あ、ナスもちょっと水に浸しとかないとダメだね。ナスは1個だけでいい？あんまナス人気ねえさ。だっけ、3つに割って切るようになっちゃおう。これでね、はい、このままいきます。それが。アスパラを食べやんぜ。アスパラのかき揚げなんだけどね、この辺がね、ちょっと、下の方はちょっとあれだよね。どこまで皮を剥くかっていう議論があってさ、我が家で。もう離婚寸前までなりましたからね。あんな美味しいところどうして剥くのよ、あなたは。もうやめて、はい、やめよう。はい、OK ね。で、これを、コーンと一緒にね、かき揚げにします。ちょっと面白いでしょ。あれ、コーンどこ？コーン、これ、コーン、これ、ちょっとまず水に置いておこう。はい、OK。 次がなんだ、魚だな。つまり手羽先終わらせよう。はい、もうだんだん大きくなってきましたね。あ、人参刻んでこないとダメだ。できるだけ同じものは同じタイミングでね、やればお幸せになれるというものさ。すぐだ。何入るかね、あとね、今日わからんですよ。糸こんにゃく入るかね、がんもどきって。
ガモドキどこに買えるかな。入れてみようか。要するにこれをこう、はい、で、あーなんか今俺あれ買ってきちゃったよ。揚げ物。揚げ物買ってきてここにまた入れるの？それか、それか、それか、それか。はい、これね。これを、握ってあげればいいだけですから。うん、このぐらい。あんまり入れてもしょうがないんでね。できるだけこうね、素材の美味しさを、素材の美味しさを生かした食事にしなきゃダメなんですよ、マサスさん。うるぜ。適当に作ってりゃいいんだよ。やっぱやっぱ。はい。お、だんだん、レンコンが、やられてきましたね。これ。よし、例えば。ここをこう叩いた後でここを切った方がいいらしいことが分かってきました、だんだん。そうすると楽だわ。こうやってね、こうレンコンがいい感じになってきてね。でこれは煮ちゃいますから、毎日のご飯で使いますからね。明日か、明日だね、明日の夜、今晩はまだあるから、明日の朝昼、朝晩だね。こうやって反対もやった方がいいんだな。いや、次回からそうしよう。レンコンがもういいぐらいだね。レンコンを水であげて、レンコンを水であげて、パヤッパー、レンコン水で、ね、上がりましたね。これこのまま上げます。ちょっとね、ちょっと美味しい。はい、やっぱーで、こいつにこの人をね、開いてやって、こっちも開きながら、ここをね、割っといてやると何にしても美味しい。こうやっとけば、こうやっとくと食べやすいんだわ。焼いてもいいし、煮てもいいし。煮るかね、多分ね。煮しめにします。今、なんだっけ、ガモドキ作るでしょ。で、そのガモドキの中にね、ガモドキと一緒に煮ますからね。ガモドキって取り入れたっけ？いや、ねえよな。まあ、入れてもいいだろうけどね。どんなもんかね。ガンモドキあんま自作する人っていねえだろうけど、昔はやってねえろな。やってたかね。さてどうかね。これね、こんな感じになって入りました。そしたらここに塩を、ね、塩混ぜてやって、これはまゆちゃんのご飯用の手羽先なんでね、まずこのまましておきましょう。これで手羽先の準備が終わりましたね。そうするともう鶏は終わったから、次魚だね。魚、パヤッパー、魚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 、50円だよ、200円が。どうすん、おい、
どうしてくれんだよ。はい、いやどうもしませんよ、マサイさん。食べてくださいよ。どうぞ食べてくださいよ。わ、割ってあるね。こうね。開きにしましょう。開きにしてないとね、この骨が。背から開きたいね。まあまあまあしょうがないか。背から開いちゃう。そうすると2枚開きになるね。3枚下ろす。いやこれでいいや。ここの骨のところにちょうど歯が入る、ね、でこれであの片栗粉をのせてパッといけばね、骨まで骨までせんべいとやっぱになるでしょ。骨までせんべいではは、これ半に割った方がいいな、半分にな。それでこれもうすっごく古くて、もう壊れる寸前の買ってきてるから、ちょっとよく塩で洗ってやった方がいいですよね。あ、いい感じだね。ここから割ってやろう。そうすると揚げ物にした時に食べやすいからね、半割りの方がね。半割り林だ。それは半村亮、違う、半村亮さん、違う人。半村亮さん懐かしいね。なんだっけなんだっけだとさ、忘れてるよこいつ、俺こいつなんて言うのよ、俺だよ、こいつ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 、そうやそうやそうや。こうやってね、ちょっと塩で揉んでおいてやって、あの、揚げる前に一回サッと洗いますからね。それで次が鶏です。鶏、鶏そんな揚げちゃうか。結構な量になったね、今日はね。これ小さめなんさ、これ190円だぜ。鶏もね、やっぱりこの出刃包丁の方がいいですね。これちょっと小ぶりだから4割、こっちは3割、3割はやっぱ、これも片栗だけで揚げてもいいぐらいだね。薄い肉でもうあの熱がドーン入ったら終わりっていうやつは片栗だけでもいいですよ。何偉そうに言ってんだよお前、そのぐらいのことわかんない人間がいると思ってんだよ。とにかくボウルがいっぱい必要なんだよね。料理ね、一個一個の材料こうやっていくとさ、もうどうすんのって感じだよね。ここまでで終わり。はい、で最後っていうのはね、よいしょ。これ必要ある？ある必要。これまずしまおう、次回ですから。次回カーボイビバップ。いや、カーボイビバップ違うろ。なんだかのレクリエム。おおほほほほほ。パヤッパードッタッタダッタッタッタ。ワンタの皮がありますよ、ね、これワンタの皮を半分ぐらい使ってワンタン作っちゃおうか。ボールねえか、ボール、ボール、ボール出てこい。ボールねえな、しょうがない、これに入れて。はい、で、塩コショウだね。塩コショウ、これはもう肉をただあのワンタンにこう握っちゃうだけなんでね、あんまり大したことはしないですね。あ、やっぱこのぐらいあればいいか。1個でしょ、2個、3個、4個、12個ぐらい。3、12、うん、まあいいの。なんか入れる？ひき肉の中。塩コショウだけでもいいの？
いいんですか、マスヤさん。マサヤさん、やめてくださいよ。俺にとってマサヤって名前があるんですか。じゃあいいでしょ、マサヤさん。はい。やっぱ、あ、そう、まずここ、こんな感じだね。これは粉ですね。こうなんでね。ほう。ババババババ。ババババババ。会うときはいつも他人の二人。こんな歌あったよね。ねっけ。こうね。よいしょ。ちょっと濡れてねばダメみてえだな。はい。ちょっと濡らしますか。こうやってね。四方濡らしの毛。で、こう、パラシュート部隊って感じでね。つないじゃいましょう、一つに。これただひき肉が上がるだけだよね。なんかちょっとチーズでも入れりゃよかったかな。ちょっと一回一回オンオフするの大変だから。なんかないんですか。あ、これ破れちゃったよ。こうやって、こう粉つけとけばいいですね。肉がすっごいな、肉肉しい肉になってるね。水をちょっと用意して、肉肉しい肉、初音肉。知らないんですよね。やっぱね、まずここ、こういう2つを折って、残りを折ってって、一つにまとめなさい。あなたは組織をまとめる必要があるんですよ。わかりますか、マサヤさん。はい、思いっきりいい行為です。これではまとまりませんよ。おお、なんか、ただ豚肉をこうやってるだけなのにね。低温でいくか、低温で長時間でいくか。そうだね。つまりね、こういう、なんていうの、炭水化物を、炭水化物は旨味をまとめるからね。あ、これもうここにくっついております。炭水化物は旨味を求める。ルルルルルル。でもこれだけだとちょっと寂しいよね。やっぱり当たりありにした方がいいと思うね。やっぱチーズですか。2、4、6、7、8、9、10、11。よし、じゃあちょっとまずこのぐらい使って、残りはまた次回でいいね。チーズ入れようか。チーズ入れるとコクが出るでしょ。チーズ入れるとコクが出るでしょ。大変だねえぞ。ごめん、なくなっちゃったよ。どっかにあると思うんだけどね。あ、あったあった。ねえわ。ねっけ、いいや。はい。じゃあちょっと、このままいきましょう。ちょっとこれ多いんじゃない？そうやね。それが。なんかもうこれだけでいいみたいね。どうする？粉いっぱいつけとかないとさ。
ちょっと足りなくなりそうだね。ちょっと多いわ、これ。これもうなんかこれ濡れてるぞ。この間まではあの、なんていうの、春巻きブームでしたよね。ああ、めんどくせえ。こういうのもやっぱり100回200回やるうちに自分なりの方法を見つけるようになるんですよ。わかりますか、もさやさん。うるせえ。みんなやってるうちに何かできるようになるのが料理だよ。やってるうちに何かできるようになるのが料理なんだよ。やっぱみんな使おう。上から下ろせばいいんだな。あと何個できんだ。なんか随分できるね。20個できるのこれ、もしかしたら。でもまあ一回揚げとけばね、これは後であのケチャップでこう味落とし、あの合わせてやっても美味しいよね。ひき肉ってのはもう何にでも合うからね。もう何でも美味しくなるから。ね。ワンタン。揚げワンタン、揚げワンタン。揚げワンタンはね、こう散らからないだろうからね、中入った時に後でね。あの、濡れワンタンはそうはいかないかもね。濡れワンタンって煮るワンタンね。煮るワンタンも作ってみようか。シューマイの皮とさ、ワンタンの皮どっち買おうかなと思ったんだよね。それで、あ、じゃあこれはシューマイの皮、シューマイは、シューマイで買って、ワンタンをワンタンでやっちゃえって思ったんだよね。あと何個いるんだ、これ。ちょっと出した。2枚出した。2枚にしよう。はい。パヤッパー。こうやね。こうやね。よし。こうやね。これをシュッとあげちゃえばいいよね。いいね。じゃあまずこれあげて、それ終わったらそのまま取り行こう。で、取り終わったらそのまま野菜行こう。それが。で、ちょっと今これをやっつけてる間に、あれを作ろう。あれだよ。手前にこうやって任した方がいいよ。向こうに任すとザワってどっちそっち逃げてったりするし、どうでもいいけどよ。はい、行け。ピポ。じゃあこれはこっちでね、後で作ればいいでしょ。これで全部やってるね。後のやつはかなり簡単にいけるね。簡単にっていうか、そんなに手間かけないけど、これがね、ちょっと問題ない。またちょっと水出たね。こっちもでっけえね。はい、入れちゃいましょう。ちょい塩だな。なんでもちょい塩がいいよ。なんでも迷ったらちょい塩ね。はい、ここにこれ。わ、ちょっと絞るかな。まあ色。つなぎなしいけるかな。
これも水抜けるかな。ちょうどいいかもね、これでね。あ、大丈夫だ。これで揚げてガンモドキですからね。ガンモドキ。Like a cancer。 いや、それ違う。ガンみたい、それ。で、こっちがかき揚げですね。かき揚げもね、これこうやって。コーンかき揚げになりますから、コーンをね、なんとか、こういうのですね、今日はね。こうやった時にね、中ではね、水がジャバジャバつってるのいいんだけど、そうじゃないのもあるんだよね。乾燥してる感じのやつね。あれは僕好まない。いや、これなんか水だよ、もう。なんかあれだな。綺麗な水だな。バタコにしようか。バタコ。オッケーね。これちょっと水を抜いといて、スパッといけばいいな。スパッと。解決スパッと。ああ、いい香りだ。この次はね、粉で。やっつけていけばいいでしょう。よしよし、だんだん上がってきたぞ。進んできましたぞ。はい、ちょっと後片付けをしながらね、始めるとダメだね。はい、やっぱ。はい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 。ここだね。もう、これはもういらないね。で、このほら、魚ね。ちょっとしょっぱいから洗って、干しておきますと。干しておくっつってもね、これ粉パパッとつけてあげちゃうから、それでもう終わり。で、これはナスとかだね。ナスとかだね。もういいよ、これで。で、ナスの芋もやっぱ塩ね。軽くでいいな。ちょっと強かったね。こんなでいいの。よし。もうちょいだ。今日なんか結構あれだね。ヘルシーっていうか野菜が多いね、今日はね。これでしょ。さつまいも、芋揚げに。レンコン揚げでしょ。芋にレンコン。この人たちはみんな一緒だね。手段っていうか、タジを一緒にしてやるやつはみんなこんなふうにした方が楽ね。で、ちなみにこういうところが一緒。かき揚げと、まるね。で、これらでしょ。おい、うまそうじゃの。これ始めて、次これで、それからこれ行って、こう、こう、こうというね。野菜が最後なのは何ですかね。普通は匂いをつけないように野菜を最初とかね、よく言うけど。なんだかなぁ。もう油自身がすっごい匂いについてるからね。今から、なんだよそれって。僕はこれ、つけ足しで油をね多くしていくから、うん、こんなでいいと思うけどね。もうちょい入れとこうか。 OK、 まあこれでいいや。つけ足しどうする。はい、やっていきますからね。これで大体 OK かな。それで、粉出しとかダメだね。粉ね。これは粉ですね。粉をこっち側に置きましょう。結構ね、こういうのもね。それでなんか、片付けるのはすぐ片付けられるのを見つけたら。これだね。粉はもういいからね。粉またうまくいったらまたやるし。今夜?おい。
バカや。ほう。張り切る。張り切らんな。これ残りはこれマーチにあげよう。張り切らんよ。まあいいや、これ閉まっちゃいますね。冷蔵庫ね。お、こっちで上がってきます。というか火が OK になったらすぐに上げちゃいましょう。そうしないと間に合わない。あ、じゃあワンタン。パリアッパー。大丈夫じゃろ。はい、揚げワンタンと OK。 そしたらそのまんまこのね、片栗粉で、これ片栗ですから、今日片栗でまずは攻めましょう。片栗を揚げてやって、細かい粉をね、先にこうやってあげてね、それから小麦粉入れてあげるとちょうどいいですね。それだけ粉の量は厚みがあった方がいいんでね、ちょっとでいいです。で、こっち側を見て信じようぞ。おお、まそうだの。じゃあまだちょっと中が柔らかそうだね。一生懸命中に火が入ってってるね。うん、これは二度揚げした方がいいな。二度揚げ、三度揚げ、二度揚げも経過。もう一回揚げます。ちょっと時間経ってる間にね、中に入っていったら10分ぐらい間空いた方がいいから、ちょうどいいでしょ。なんてね、これ。さっきやっていい。もう塩とね、片栗粉と小麦粉だけだけど、すごい美味しい。血糖値もそんなにドカーンと上がらないから。売ってるね、唐揚げ粉はね、粉の中に何か入ってるんだよ。血糖値ドカーンと上がる。これはまあ好きじゃないよ。まあ別に血糖値高いから何もかんどんじゃないですか。はい、ああ、油が多い方がいいんだよね。唐揚げはもうストレートにしちゃおう。二度揚げしないことにしようか。これは二度揚げしないとダメそうだね。持った時にね、硬い感じがしますから。よいしょ、じゃあ次行くか。次どれだったっけ。そのままだっけ、魚ね。あのね、魚、これなんだっけ、いつだっけ、忘れた。そんな感じの名前だったよね。キス？私にキス？いや、やめた方がいいよ。俺にしない方がいいよ。なんなんだかね。OK だね。粉が絡んできたら、ちょっと、もうちょっと粉入れて、水入れてね。あの、泥にしたいよ。これこうちゃんと切られちゃうじゃない。切られちゃ
あ、いい音になってきましたね。着替えてないでどうすんだよ。さあ、やっぱ。まずはあの小麦粉がね、もうちょい音が聞いたらしましょうか。色がもうちょっとついた方がいいかもね。ちょっと生っぽいとこもあるかもね。はい、そうそう、はい、じゃあこれね、ちゃんと内側にも粉がついて、外側にもついて、内外にね、このぐらいついてるともういいんだわ。ちょっと湿り気があった方が天ぷら系はいいですよね。オッケーね。で、これが水っぽいやつ、水が入るようになるから。で、こっち側のね、ペッパースピンも、リモコンとかだから。で、これね、これはかき揚げになります。ちょっと水を取った方がいいな。ペーパータオル使おうか。ペーパータオル、ちょうどなんていうの、あれちょうどいいですよね。あ、ここにを揚げてる間にこうやって処理できるから、まあできるだけ取っとく。で、今のこれ、こいつのね、魚のところでこねますから。取れたね。よしよし、 OK。 で、粉とか、もう取れるかな。足りなくても今日在庫はあるの。もう取り合いおたげだね。これがね、固まります。よいしょ、行くか。うん、もう一緒に上がってきたね。こうやって持って硬い感じがしたら OK ね。うん、OK、OK。はい、じゃあこれ2度目あげましょう。ちょっとじわーっと音になるからね。それで出来上がりね、こっちはね。
じゃあこれだけ。中にこう温度入りながら外の水が上がってきてるからね。ワンタンはね、カラッと上がってくださいよっていう感じだね。カラッと上がってくださいね。はい、だいたいこんな感じで。いいんじゃないの？よし、じゃあ二度上がりましたから、このまま上げていきましょう。いい魚ね。魚はね、ちょっとだけ水を入れます。でこことろみ、あんまり激しいとろみじゃダメだけどね、あんま薄いともダメなんで、ね、難しいところだよね。そしたらこの背の方をつけてやって、背の方をつけてやって入れていきましょう。腹の方は骨開いてるから骨が上がってくれるようにね。今ここそがクライマックスなんです。わかりますか、松井さん。はい、はい、そうですね。やっぱクライマックスはカシッって言ってビール飲む時だよね。これでね、こっちを見ていきましょうかね。まあクライマックスもうちょっと暗くならないとね。暗くなりました、マックス。あ、ちょっとこれ一個に固まっちゃった。こんな感じで美味しそうじゃろう。これね、よく揚がった方がいいです。中まで刺身魚はね、天ぷらでサクッと揚がればいいんだけど、これ刺身魚だけど、あの刺身魚じゃないからね。刺身魚じゃないっていうか、あのもう結構古くなってるから、生麺のところが残ってると生臭くなるから、よく揚げてあげて、こう一番大きそうなやつをね、こう割ったりしてさ。うん、うまい。うん、これ定番になるね。うん、定番になる。それで上がるのを待ってる間にグーグーガンもね、もうグーグーガンも、うん、片栗粉あった方がいいかな。片栗粉右ってそのまま入れよう。やめた。作っとく。お肉をかけちゃう。お、もういいね。音が消えましたから。もうええねん。もううまそうじゃない。あ、落ちた。よいしょ。よいしょ。はい、また同じね。ちょいこうやって。皮の方にくっつけて、
く身の方が食ってしまうからね、ちゃんと身を開いてあげて入るようにしてあげないとね。これで OK ね。あ、OK。 そしたら次こっちに、粉がもったいないからね、生臭くはなんないと思う、ほとんどね。ほとんど銀河の方が分かんないかな。僕は大体この最後の1個にどん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 追い込んでいくみたいな感じでねやってるから、それも別に生臭いと思ったことあんまないからいいことにしてよ。ね、こうやって、おお、こっちも魚もいってますね。この音が消えるまでね、さっきと同じように音が消えて、ああ、ほら、まだこれ生だ。行くのを待ちましょうか。はい。今日はワンタンがちょっとヒットだね。味わったー。魚もうまそうだよね。おいだったね、おいだったね。やっぱポン酢だね。なんか最近ポン酢好きでさ。これね、上がってるかどうか見てるわけですから、うん、うまい。骨も全部食えるよ。身がとろけてる。うん、50円だからな、これで。うん、身がとろけてて美味しい。骨もパリパリに上がっとる。疲れたからちょっとコーヒー飲みます。コーヒー、うまい。うん、上がってきたね。音が消えてきましたね。もういいかな。もういいぐらいでしょうか。うん、いい音になってる。持ったときにね、硬ければ大体大丈夫。さっきより短い感じするね。はい、そしたらこれね、これをいきますか。みんなそんなにこれ、芋はかかるね、時間ね。ちょい水がちょい入りましたから、芋はちょっとかかる。でもそれでも芋も余熱で十分上がっていくからね。よいしょ、芋一番時間かかるのかな、順にね。ナスはもうそのまま食ってもいいぐらいだから、生で食えるぐらいだからね。次はレンコン。レンコンは下茹でずにだからもう大丈夫。このままでも食えるぐらい。レンコンもサラダになるぐらい。お芋。
これで一回鍋を切れにしたら切れた。こっちにこれを出せたら、うん、いい感じだね。レンコン本当上がったぐらいでしょ。衣がね、上がれば。芋はね、まだダメ。こうやってスコンって入らないとダメ。芋も剥いてばよかったかな。多分っていうか、レンコン上げて、そしたらそこにナス入れて残りをいくっていう感じになりますからね。レンコンがさ、これはそうだ、ちょっとこうやって食ってみようか。レンコン軍団、パイアッパー、うまい、うん、レンコンよし。俺最初の頃はさ、味見をしながら作らなかったんだよね、こういうやつ。だからさ、揚げ足りなかったりして怒られたりよくしてたんだ。怒んなよ。失敗を共に悲しもうよ。それが。はい、そしたらナスですね。ナスをね、入れてあげましょう、次は。ナスもこう、粉の中をね、歩かせながら、内側がこれほら油吸いやすいから粉こう入れながらね入っていくといい感じですよね。今日はずっと低温だね。はい、ナスが入りましたね。こっちがちょっと切れちゃったね。これとろけるようなカマス。はい、レンコン軍団。で、ナス返してやりますか。ナスは沈まんからね。で、芋はここでこう刺してやればいいです。あ、入ってる、スカッと入る。いいかもね、そろそろね。で、こっちを置いてちょい水をね、かき揚げなんでね、ちょっと水っぽくないと固まってくるからね。もうちょいいるね。これもほら、ここまでこうずっと揚げてきて初めてわかることだからね。最初からドバンって入れておくと困るけどね。ちょっと多めに入れてやろう。で、かき揚げお玉が出てきます。いいね。はい、じゃあこれ揚げちゃいますか。まずはは温度ずっと低いね。外の温度も低いですよ、マシエさん。おい、なんかあるのか、それ意味が。
私 Google は何でも知ってますパヤッパー、はい、そしたらこれをね少しずつです。これこのぐらいずつ、本当に少しずつでいいですから、ここに地図入れようと思ってたんだよね。まあいいよな、高温だと散るからこのぐらいの温度にしてこうやって入れていきましょう。でね、この野菜かき揚げはね、本当に、なんていうの、そんなに大量にやる、一度やる必要ない。すぐ上がっちゃうから。何も散らないようにやるのが一番大事ね。あ、もうこっちが散っちゃってるでしょ。これ難しいね、これが。散っちゃってるからね。でもこれでもまだ大丈夫だからね。まだ大丈夫、まだ大丈夫。パヤパヤパッパパパパパッパ。でこっちはですね、イモタイムナスタイムうまし、ね、かき揚げはもういいでしょ。中までそんなに火が入る必要もないみたいな感じだけどね、内側までもうスッと入ってればもう大丈夫でしょ。ね、そしたら残りを少しずつね、アスパラガスとコーンでしょ。チーズ入れればよかったかね。チーズって結構ね溶けちゃってあんま美味しくないから、いいことにしましょう。でこれこう入れるときに半分こここう落ちるから油がここにつくけど、それ気にしないでいいです。こっちは油が入っていくけどね。いや俺は気にしてねえだけだから。ダメだそれはい、これで OK ですね。こちらね、OK、OK でしょ。OK、OK、OK、OK。もうこれは、あとは洗うことになるからね。最後がその人になりますね。最後この人ね。ちょっとこのかき揚げも一個食っとくか。ちょっと割るっぽいやつを食べます。うん、うんめえぞ、うんめえ、うん、オッケー。ああ割れちゃって文句言うな。コーンアスパラでございます。はい、じゃあ次ね、最後はこれいきますね。おう、小さめにしちゃおう。これ入れてやろうか。糸こんじがもですよね。だいたい半分までね、だいたい半分いったなったら返し始めて、全部上がったらまた返してやるという感じかね。うん、
これ最初の頃だね。おし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 。何が好きだろうね。これ揚げとくところがいいじゃない。こっちが揚げとくか。音が収まってきましたね。これは明日以降あの煮しめに入れちゃうからね。くず菜園みたいな。あ、これ崩れてんだ。おい、崩れるんじゃない。大丈夫そうじゃん。ちょっと具が多かったね。あれだけにしてよかったね。もういいのかな。中の水がみんな出ていかないと固まらないから、ちょっと時間かけないとダメかな。これもう崩れるぞ。崩れるぞ。どうだろうね。失敗した失敗したでいいやな。ね。あ、食べてみましょう。うわぁ、いただきます。うまい。ちょっと予想と違うけどうまい。うん、この間ガンモードに大成功したんだけどね。それ隣に入れようか。まあ、粉入るとつながるからね。すぐ吸ってくれるから。入れるもんなのかな。大豆粉かなんか入れられるのか。今度大豆粉買ってこいね。十分美味しいけど、やっぱつながっててくんないとね、ちょっと面白くないもんな。まん丸いガンモにしようか。うん、これ OK。 これはバラで取る。バラで取る。バラで取る。なんでも1回目は練習さ。いや、2回目でしょ。2回目でも練習さ。失敗してる間は練習だよ。俺ずっと人生練習じゃん。ほほほほ、おー、あんま面白いね。はい、これ切りましたね。これ切りましたね、これね。このつなぎ切りです、つなぎ切り。じゃ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 、つなぎといえば、あんたあの子はあの子のなんなのさバンド。いや、それ言っちゃダメだよ。最初の一作だけで俺、なんか終わったみたいだって言われちゃうから。宇崎竜斗さんはそんな人じゃないよ。まあ不良少年も年寄りやな。おい、怒られるよお前。ここに来いや。はいはいはい、来ないでね。
肉の無理食いに来いや。まあ俺の料理でも食いに来いや。ビール買ってこい。これは絶対低温じゃないとダメだね。ポイントとみんな知ってるね。もっと低い温度があれば一番いいんだろうけど。小麦粉が入ったからね、ちょっとつなぎが入ってるから、その分、崩れづらいだろうね。ここがもどきは外に締めに入れてるな。食っちゃえ。これなんか紐軍団みたいな。カワカワ軍団だったよね。炸裂したね。炸裂。うまい。木綿豆腐はね、揚げると美味しいんだ。めっちゃうま。なんかもう今日は1時間超えましたね。ああ。具をちょっと選ばないとダメだね。ニンニクから水も出るからね。なかなか難しいわ。もうこう、うまくいってるよね。バカグーグーガンも。うまくいっとるよ。これ芋どうだろうね。おお、うまそうじゃの、ほら。100点。音消えてきたね。はい、ということで、皆さんも美味しいお昼ご飯と晩ご飯食べて元気に過ごそうでございませんか。じゃあね、バイバイ。